初代順番シャクサージョン・グラッドストンは、イギリスの政治家、貿易省、黒人奴隷農場主、首相ウィリアム・グラッドストンの父にあたる。1764年12月11日、穀物省、トマス・グラッドストンスとその妻ヘレンの長男として、スコットランド・ミッドロージアン・ビーチで生まれる。若年の頃から、父の事業を手伝い、それによって、一定の蓄財をすると、 イングランド・リバプールへ移住して、友人たちと共に穀物貿易の紹介を創設した。友人たちとの共同事業期間が満了すると、以降は単独事業を行った。1792年以降、イギリスはフランスと二十数年にわたる戦争に突入したが、これによって貿易は賭博的事業となり、貿易商は極端に成功するものと極端に、 失敗するものの2極分化した。グラッドストンスは成功者の側に入った。彼は初めは東、インドでの貿易を主としていたが、後には西インド貿易にも手を伸ばした。また西インド、英領ギアナ、英領、ジャマイカなどにおいて広大なサツマイモコチ、コーヒーコーチを所有した。イギリス本国においては奴隷貿易は1807年に禁止されたが、 大英帝国植民地においては、奴隷貿易はいまだ合法であり、グラットストンスも大量の黒人奴隷を自身の農地で酷使した。1823年にはギアナでイギリス農場主の支配に抵抗する黒人奴隷の一揆が発生したが、その一揆の中心地はグラットストンス所有の農場だった。やがてリバプールでも最大の名士の一人となり、 1818 18年から1820年にかけてランカスター選挙区、1820年から1826年にかけてウッドストック選挙区、1826年から1827年にかけてはベリックアポンツイード選挙区から選出され、庶民議員も務めた。グラッドストンスはもともと被告教徒の長老派であり、 支持政党は自由主義政党保育党だったが、後に国教会の福音派に改修するとともに、党派も保守政党トーリー党になった。だが、トーリー党内では自由主義派に属しており、カトリックが公職に就くことを認める改革や商業における規制を撤廃する改革を目指すジョージ・カニングを支持し、カニングのリバプール選挙区での選挙活動を支援していた。 しかし政治家としては、批評に上るほどの人物ではなく、議員辞職後には、政界から退いた。1835年には、生の最後の S が、語呂が悪いと感じて、直挙を得て、グラットストンに改名している。1846年7月18日に、順段尺の称号を与えられた。1851年12月7日、87歳の、 誕生日を目前にして死去した。1846年7月18日に以下の順断社位に助せられた。1791年にジェーン・ホールと結婚したが、子供のできないまま1798年に死別した。ついで1800年にアン・マッケンジー・ロバートソンと再婚し、彼女との間に以下の歳を設ける。グラッドストンは資本主義の競争に勝ち抜いた。 中三階級に典型的な合理主義者、経験主義者であったため、子供たちに対し、どんな些細なことでも慣れ合いで決めずに自由な討論をもって決するよう教育したという。後に首相となる4男ウィリアムは、父のその教育方針のおかげで議論好きになったという。ありがとうございます。